土方エミリ15歳です。しっかり付き合ったり告白したりっていうことがしたことがないので、ちょっと今回どうなるかなって楽しみです。山本アンです。18歳です。王子様を探しに来ました。堀口真帆です。15歳です。騙されない自信はあります。目見ててちょっと分かったりするので。キャスミルこと辻かすみです。割とすぐ好きになっちゃう気がするんで、狼がいることを途中で忘れそうなんですけど、言ってください、狼いるよって。入江美咲です。お付き合いは本当にしたことないです。男性と話すって言ったら弟とお父さんくらいです。これは絶対階段を上り、今回の男子メンバーと対面してください。待って、この上におるんかな。この上にいるよ。結構緊張する。ねえ、やばい。待って、なんか緊張。なんかね、一本みんなで行こう、一本みんなで行こう。せーの。変わんない。ちょっと待って。いや、もうちょいで見えるで。ね、見えそう。見えそうだね。ドキドキするよ。待って、もうちょっとよ。やばい。いるんじゃん。それじゃあ手紙読みたいと思います。この夏皆さんの恋のお相手になるのはこの8人の男子です。びっくりしました。向こうが 8? えって思って、選べないって思いました。待って、やばいやばいみたいな、フィーバータイムすぎるみたいな。本当に王子様来たと思いました。お兄さんとか多くてすぐわーって揺らいじゃいそう。8人もいたら自分誰を好きになるんだろう。ただし8人の中には本気の恋を探している真実の恋人のほかに、恋をするふりをしている狼くんが潜んでいます。今回狼くんとして参加しているのは8人中3人です。へえ、嘘でしょ。狼3人って聞いた瞬間もうガタッと落ちました。はじめまして、ガクトです。ガクティって呼んでください。僕は狼じゃありません。よろしくお願いします。はじめまして、リュウタです。17歳です。僕は狼ではありません。よろしくお願いします。コウタって言います。22歳です。僕は狼じゃありません。ソウタです。21歳です。最高の夏の思い出にしましょう。僕は狼ではありません。お願いします。僕は狼ではありません。なので今年の夏すごいいい思い出を一緒に作りましょう。よろしくお願いします。みんなとたくさん話をして、みんなとたくさん仲良くなれたらいいなって思ってます。僕は狼じゃありません。よろしくお願いします。この夏を最強の夏にしましょう。めちゃくちゃ楽しみにしてます。よろしくお願いします。あ、僕は狼ではないです。いい思い出を作ってその先も一緒に進んでいきたいです。僕は狼ではありません。よろしくお願いします。なんか全員嘘ついてるよね。確率は絶対上がりますよね。騙される。分からんくなってきた。
音がするんだけど。もう楽しんでんだけど。おはよう。やってる。早くない？ちょっと待ってよ。練習してた練習。練習ね。これより男子メンバー8人によるボーリング大会を開催します。マジで？成績上位5名は1位から順に好きな女子を指名して2人きりでランチタイムを過ごすことができる。やばい。マジでやば。マジでやば。誘われるってことやばい。ちょっと待って。3人やばい。3人いけない。じゃあ。始めましょうか。みんな頑張れ。はい、ありがとうございます。やばい、いいじゃん、いいじゃん。すごい、すごい、すごい、やば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 い、頑張れ、リン君。あれ取るわ。やばい、ランチやばい。ナイス。やばい、やばい。雨、雨いける。雨いける。大丈夫。雨いけ。お、ちょうどいい。うまい。ちょうどいい。惜しい。大丈夫だ。1位は、ソータくん。あだす。おあ、じゃあ、あんちゃん、お願いします。お願いします。お願いします。第一印象に入ってたんで、すごい選んでもらった時は嬉しかったです。みーちゃん、お願いします。お願いします。はい、じゃあ、まほちゃん、お願いします。お願いします。キャスちゃん、お願いします。お願いします。めっちゃ嬉しかったです。あ、私なんだと思ってちょっとキュッとしました。エミリちゃん、はい、お願いします。いいな、ランチ食べる。美味しそう。美味しそうだな。じゃあ、めっちゃいい匂い漂ってくるんよ。いい匂いが。なんだろう、結構さ、うん、なんかいろんな、なんかオーディション出たりしてるよ。うんうん、俺ちょっと、うん、申し訳ない、ちょっと 見たんだよ俺。結構見てくれたんだ。そうそうそう、見てたりとかしてて、ありがとう、マジ頑張ってんなみたいな。なんか俺そこにだいぶ惹かれたのよ。めっちゃ嬉しい。ここであったなんかチャンスというか出会いがさ、うんうん、そういうのになんか変わったらさ、うん、めちゃくちゃいいなみたいな思ったりとかして。絶対欲しかったね、この話す機会。ああ、私もめっちゃ嬉しかった、うん、ちょっと直球に聞きますけど、お付き合いってしたことある？ある。ある。うん、うん、まあでもモテそうだもんな。モテそう。逆にある？なくて、今回が本当に本当に初めてって感じで、っていうかこう2人で食事みたいな感じのがちょっと初めてで緊張です。うん、かわいい。ね、こういう人が好きとか、なんか一緒にいたいと思うみたいなのあるの？自分にはないなって思えるところがあると、うん、もうすぐヒュヒュヒュって。え、逆にコタ君はどう？身長高い人がいい。俺は。何何？なんか意外すぎて。意外？ちょっと今戸惑ってる。なんか私がこうキュンとしちゃうようなことをたくさんしてて、狼っぽいなって正直思いました。第一印象あげてたよ、ソータ君。あ、ほんま？うん。あ、そんな言ったん？なんかカメラの前で言った。あ、ほんま？うん、ありがとう、嬉しい。タイプな人おった？うん、うん、だから二人いる。そのうちの一人はソータ君だよ。あ、ほんま、嬉しい。なんでさっきもこのさ言ったよな、さっきもごめんね、言ったよな。でもちょっとあんま話が噛み合わなくて、緊張してたって言ってたんで、なんかあれなんですけど、なんか話聞いてないのかなとか思っちゃって、ちょっと天然で。え、誰なのその気になる人？当てていいじゃん。当てていい？いいよ。雨。雨くん。あ、そうだね。出てた。おもろいよな、応援してる目だった。見守る目やった。
そう、雨には負けたくないなと思って。そう。ちょっとタイプとかある？タイプはいや今はもうちょっとリュタ君しか気にならないです。心の中はもう本当にみたいな感じで、もう本当にでも自分のことを好きでいてくれる人、なんかあんま自分から行かない、あ、まあ行くけど、ありそれはどんぐらい？結構100で言ったら70くらい。おお。来た。逆に今は87。おお、高い。高いよ。え、なんかさ、なんて呼んでほしい？呼び方とかある？ちゃん付け嬉しいけど、一回呼び捨てやんないって。みほ。みほじゃないっす。え？まほな。あ、まほ。ねえ、この人最低。やめ、やだね。ごめん。まほちゃん。まほ。なんか今ちょっとダウンしました。ダウンした？さっきの70から今45。やばい。まあ45。本当に。まほ。なんかショックっていうか、はってなって、まあ悪気はないんだと思うんだけど、ちょっといや間違えるなよと思って。終わった。ドキ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 。何？アトリエ？おお。すごい。何？すごい。やばい。おしゃれ。ここが皆さんがひと夏を共に過ごすアトリエとなります。夕食を準備しましたので楽しい時間をお過ごしください。最高だけど。最高。すげえ。かぼちゃ美味しいんよ。え、そう、ね、好きなんでしょ。オレンジ？オレンジ。ありがとう。コタくんを気になってる。お、ね、行こう。めっちゃいい人なんです、本当に。かっこいいし、優しいし。今日話してたらいいなって思ってたんですけど、送ってすぎるから。まあ食べる。エリアに着いたの。覚えたの？じゃあ俺こっちの方がいける？いける？いけ、あ、うん、すごい、まだできてないんじゃん。そう、これ発信できてなくてさ、うまいっすよ。成功だね。あ、こうじゃん。どうかな。ってこういうこと。面白いこと考えてるわ。ロシアンルーレットやろうよ。わさびっくりって面白くない？うわ、やばいって、これやばい。マジで冗談の時結構やばいよ。あっちのさ、ロシアンたこ焼きがさ、2個こっちに来るんやって。だから、え、来んの？よし、じゃあします。じゃんけん。いや、行こう。僕ら逃げます。行こう、あっち。え、逃げます。その誘い方がめちゃくちゃキュンキュンして、めちゃくちゃかっこいいって思いました。もうなんていうの、こう登場した時とかも、もうすごい、うわ、この子だと思ったから、そう嬉しい思っちゃったから、やっぱ基本的にやっぱ好きになった人はとことん積極的に行って生き続けるタイプだから、それをね、ずっと伝えてて、そう、ありがとう。いえいえ。でも結構積極的に来てくれたら嬉しいかも。でね、そうだね。だからたくさん誘います。ありがとう。本当にマジで今回負けないから、本当に。
みません、ちょっとあんちゃんとお話ししたくて。あ、いいですか？大丈夫ですよ。いえいえ、やっぱ今日一日通してもなんかあんちゃん気になってるし、あどけない表情するし、でなんかそれが可愛らしいなと思って、なんか気になって、あんちゃん可愛いから狙ってる人多いから、うん、頑張らなきゃなと思ってる、ずっと。俺もずっと思ってるから。でそれは本当だよ、本当だから。なんか他に気になる子いるんかなと思ってた。はいない、はいない。なんかただでも年上なのに嫉妬してる感じを出したくないなっていうのもある。なるほど。なんかめっちゃクール守ろうとしてない？なんか今日ずっともう無理だってば。もうクールじゃない？もうクールじゃない。クールで無口なよりめっちゃ話してくれる方が好き。本当に？アメくんだけいい意味で他の人となんか感情が違くて、アメくんに対してはそういう気持ちがすごい大きいです。しょー、片付けよう。なんかあるぞ。チラシとこ。え？何？びっくりした。何？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 いる。怖い。読みます。はい。お願いします。君と狼くんには騙されないでは、視聴者が狼くんだと思う男子に投票する脱落投票を行います。脱落投票を行うのは合計3回。え？ってこと？最終告白までの間に3人の男子が脱落することとなります。3人？じゃあ3人脱落するってこと？そうだね。え？ただし女子メンバーはそれぞれ1人だけ男子メンバーを脱落から守ることができます。これから配布するお守りカードに脱落してほしくない男子の指名を記入すれば、その男子は脱落を免除されます。第1回脱落投票の結果発表は第2話の放送中に生中継で行います。え？自分が1位でも、うん、お守りカードで誰かが守ってくれれば落ちないけど、その場合2位の人が落ちる。その次の人が脱落しちゃう。例えばの話も、この5人守られた、1位から5位までのメンツが全員守られたとしたら、多分6位の人落ちる。そっか、6位の人が落ちる可能性があるってやばいよね。びっくりしてる。もう脱落みたいな。私今気になってる人2人いて、りゅうたくんの方が気になってるんですけど、コタくんが今日話してみてなんかいいなって思ったんで、ちょっとだけ気になってて、一人守れてももう一人は守れないから、格好かなって迷ってるのはリュタくんかコタくんか。なんか今日渡しなさいって言われたら書くのはコタくんだなって思うんですけど、タイリくん思った通りの男らしさでした。私たちのこの一票がめちゃくちゃ左右するんで、でも結構自分の中で今ガクティとアメくんになっちゃって、なんかでも今迷ってるからこそどうしたらいいか分かんなくて。強い。いい感じ。めっちゃいい。私たちは、ね、いつ会うんだろう。でもさ、今日めっちゃ大事じゃん。そうだよね。そうだって、お守りをさ、誰を書くかをさ、決めた？まだね。まだ決められない。一人だけだもんね。遅ない？ね。早く。何してんの？どうする？水着とかで登場してきたら。本当にそうだったの？行きます。ここにさやばやば。えとか来たっぽい。何なんかさ、待って、ね、なんかちょっと待って、予想当たってる。浮き輪持ってるよ。
元気してたかい？してたよ。元気だよ。めっちゃ元気。じゃあ行く？行こうか。行こうか。行きましょう。行こう。やった。Let's go。行こう。今日いいっすね、髪。それ毎回です。頼みます。いや、マジで。団子めっちゃいいなと。いや、ほんとほんとほんと。めっちゃいいと思う、めっちゃいいと思う。ほんとほんと。めっちゃいいと思う。ガチガチめっちゃいい。焼く？肌焼く？美白目指してるんで。あ、そっかそっか。黒い方がいいやん。さすがに白いかも。いや、白いわ。そんな黒くないよ。よかった。あ、うまっ。やばっ。なんか生温かい。じゃあ、コタくん、行きましょう。マジで？やったね。気をつけて。気をつけて。大丈夫？怖い怖い怖い。大丈夫？え、なんかさ、男子脱落するじゃん。うん。怖い？怖いよ。怖いよね。めっちゃ。特に今回合計3人落ちるって聞いたし、うん、守ってくれなかったらどうしよう。誰に守ってもらえるんだろうとか。なんかもう髪色派手だから投票されそうとか。確かに。そう。なんで選んでくれたの？話してみたいと思ってて。本当になんかアトリエ行った時に、うん、なんかめっちゃ優しいなって思って。なんで？え、なんか行動とか見てて。アトリエのなんかご飯食べる時とか、うん、なんかめっちゃ優しいなって思って。何した？食ってただけだけど。ロシアンルーレット当たったけど、わさび。でもなんかすごい泣きかけたけど。なんか優しそうだなって思って。でも話したことないから話してみようと思って。うん、嬉しい。知ってきた。女の子から誘われるの嬉しい。本当に嬉しい。そうなんだよ。え、狼じゃないよね。狼じゃないよ。狼じゃない。狼だと思ってる？いや、うん、そうだね。まあ、分かんないもん。そうです。もうありだなって話して思いました。あ、もう好きになったら、あ、好きかも、好きかも、好きかも、好きーってなるんで。ソータ、いや、ソータが一番読めないんだな、俺。読めない。確かにソータくんが、うん、その、一番気持ちがでかいのはマンちゃんやけど。ライバルだ。ライバルや、俺バチバチやん。ガキとやったらアンちゃんでしょ。うん、アンちゃん一択やろ。一択っす。今はね、俺アンちゃん一択っすよ。やばい、アンちゃんやばい。いや、負けないっす、俺。いや、むしろ負けないっすよ。え、俺ツーショット行ってきていいかな。あ、行くっすか。うん、行ってくるわ。あんちゃん、喋りに行こう。え、いいよ。やばい。ね、そう。で、今日もさ、あんま喋れんかったやん。そうね。なんかみんな、あんちゃんがいいっていう。いやいや、そんなことないでしょ。いや、10月まで、うん、まあ、おらんかもしれんやん。そうなんだよ。脱退するから。脱退ね。脱退するかもしれへんから、ね、それがちょっとよくわからなくて、うん、これだ、え、どういうこと？脱退して脱落ね。脱退ね、ちょっと待って。バカだれ、マジで。さっきから脱退って言ってるの俺だ。ねえ、マジごめん、マジであかんわ。なんか、あんと喋る時だけいつもそんなんちゃう。もうちゃうねん。大丈夫？ちゃうねん、ほんま緊張すんねん。いや、好きな人と喋ったらさ、二人でマジで目も見られへんねんな。そうだよね、さっきから全然目合わないなと思って。あ、ほんま。いや、そうね、脱落ね。脱落か。
いや、ピッツァだ。食べよう。はい、食べよう。お手手を合わせて。いただきます。いただきます。うん、行こう。いいよ、いいよ。さ、めっちゃ暑かったんだけど。行こう。ナイフロカップ。え、いや、マジでね、もっと可愛く食べろって。ナポリタン。ガクティ、二人で話しに行きませんか？あ、ぜひ。はい、行きましょう。行きましょう。え、マジか。すごい女の子かな。なんか、話したくて誘った。え、さ、ガチ初めて通称誘ったの。マジで言ってる？うん。え、なんかさ、今日朝からさ、うん、なんかたくさん褒めてくれたりとかなんかめっちゃ積極的来てくれて嬉しくて何何？いや、いやマジ、いや超可愛いなって思ってそうだったんだ、うん、本当は俺から誘いたかったんだよ今日、うん、本当はね、うんうん、誘いたかったんだけど、俺も結構正直脱落のこととかで焦ってて、うん、なんかもうままなんか会えない期間もずっと考えててさ、なんかこのままあんちゃんのままでいいのかとか他の人に目を向けた方がいいのじゃないかとか考えてたりしたけど、どう考えても変わんないからどう、もう変わんないです。変わんなくて今日も超会いたかったですガンちゃんだけみたいな感じで言ってくれたのがすごいやっぱ嬉しくて、そういう風に積極的プラス一途に来てくれるとなんか、あ、いいなってすごいやられちゃいました。なんか、うん、気になるという。ガチっすか。あ、そうだったんだ。はい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 。安心して安心して安心して。はいはいはい。食べれる？いける？うまい？難しかったです。なんか結構アメ君とのあれが縮んだ。急ぎ、後で話いいよ。コタくんが次話しに行こうみたいな感じで言ってくれて、なんどうやって話そうみたいな、もしちゃんと話してわ、この子なんか違うなとか思われてもなんか、うんだし。パスタいらないの？めちゃくちゃうまそうです。いらない？パスタ食えない？大好き。俺めっ、あ、トマトのが好き。もう食欲ない。飲んで？マジで？あの、話したいな、絶対二人でと思ってたんだけど、うん、まあ一番、まあ、美咲が俺は気になってるからだけど、なかなか時間なくて。そう、もう、もっと早く誘ってよごめん、ごめんね。てかさ、もうさ、ずっとさ話したかったんよ、こうやって二人で。だってさ、お昼の時もさ、まほちの誘ってたやん。そう、誘われちゃった、誘われちゃって、誘ってもらったの。あ、そうなん？うん、コタくんが誘ったんやと思った。違う。もうもうなんでなん？そう、だって一緒にいる時間、でも俺は一番多い、多分一番、まあ痛いからいるんだけど。違う、ミサも頑張ったんよ。え、何が？ミサも一緒に降りたいから、あ、近くに行こうって。本当にそう思ってんだありがとう、可愛いねじゃあ今までの恋愛経験聞いていい？いいよ。うん、最終恋愛が小学生なんですよね。
え、じゃあもうそこから人を好きになったことないってこと？中学生以降は何もない。へえ。だからなんか分からんねんな。なんか気になる人とかができてもさ、なんかどういけばいいんやろ。確かにそうだよね。だって分かんないよね。うん。そっか。でも今の一番好きやなと思う人はコタくんかな。そんなストレートに言われるとね。え、ストレートやった？うん、嬉しいね。初めて言ってんけど。まあでも俺も同じ、一番気になってるのは美咲。なんて返せばいい？自分から相手になんかそう好意持ってますって、好きですって言ったの初めてなんです、人生で。人生で初めてなんです。恋できるなんて思ってなかったです。したいけど結局できずにしれっと終わっちゃうかもって思ってた。え、すごくないですか？小学生以来でこんなに。降りて、あのさ、ダンって、新メンバー。降りてくるまで分かんない。そうなんだ。じゃあちょっと。私たちも絶対人いる。いくいいよ。行こう。行く。よし。大丈夫？入ってる？行きます。オッケー。ありがとう。いやいやいや。なんかもう、ちょっと。嬉しい。なんか誘った理由も、うん、なんか決まっちゃったから自分の中で、そう、うんうん、まあちょっとまあ端的に言うと、うん、なんかその気になってるじゃなくてもうなんか、うん、段階早すぎるかもしんないけど、うん、もう好きなのよ。ね、うんうん、ちょっと待って、恥ずかしいな。まああの、うんうん、そうなんですよ。これからっていうかまあ、うん、そのなんて言うんだろう、今からかな、結構あの積極的に行くので、うんうん、覚悟しておいてください。分かった、覚悟しとくわ。マジで大好きっす。ちょっと待って、ねえどうしたねえ大好きって言ってたんですよ。しかも年下に、あ、言われてるんだみたいなのが逆にキュンキュンしました。本当に推しに弱いんで、ちょっとマジでグサってきました、すごく。今まで何人ぐらい？今までが、うん、なんか中学もこの中で選ぶならぐらいだったけど、自分からこの人がめっちゃいいとかって人はまだそんなに言ったことがなくて、新鮮。でも今回は結構恋できそうって思った。できそう？いいやん、めっちゃいいやん。リト君と今日は一番喋れたかもしれないです。あの今気になってる人はいるみたいな、あとタイプと人数聞いたんですけど、まあ一人って言ってて、多分真帆ちのことを想像して言ってるんだろうけど、諦めてはいないって感じ。なんか俺さ、聞きたかったよ。え、なんですか？なんかあんまいかんなと思って。うん、なんかどういう心境なの？あー、なんかできれば今日ちょっと喋っときたいな。え、今言ったらいいよ。いや、え、っていうそういう意味ではまあ、どうなんだろう。いけるいける。ちょっと気合い入れてもらっていいですか？一発気合いしてれば。気合い入れてほしい。気合い、気合い込めてほしい。仕方ないな。ちょっと優しめに言っといた。めっちゃ来るかと思って、うん、溜めめっちゃ長かったけど。溜めめっちゃ長かった。疲れたわ。え、マホシツーショット行かない？あ、行こう行こう。うわ、めっちゃ綺麗やな。マホ海めっちゃ好きなんだよね。いや俺も好き。ていうかこの時間帯の海めっちゃ好きかも。わかるわかるわかる。え、海の方行きたい。え、
行く？ポエム書きたくなるわ。ポエム？結構俺ポエム好きなんだよね、書くの。そうなの？そう。あの中学生の時はあのポエマーだった。え、すごっ。今も結構浮かんでるよ。読んで。あ、夏の夜。夏の夜。真帆と海来れてよかったな。おー、いいね、いいね、いいね。そう、なんか叫びたくなってきた。ないね。やばいぞ、それ。そう、なんか叫びたい。なんだ？何する？じゃあ好きな人の名前叫ぶわ。おー、ね、エモ。嘘、もう好きな人の名前叫ぶ。もう決まってるから、俺。オッケーオッケー。タイリー大好きタイリー大好きオッケー。ありがとう。超気持ちいい。タイリーおもろ。ウリオくんは普通に面白い、めっちゃ面白くて、なんかキャラ自体も面白いんですけど、なんかワードセンスが面白くて結構楽しくて、一緒にいて、私海好きなんで、ああいうのにちゃんなんか連れてってくれる感じ、入ろうよって言ってくれたのもいいなって思って気になっちゃいましたね。すごい、もうめっちゃ綺麗。足元気をつけて。あ、 ありがとうございます。い、すいませんね、ありがとうございます。わ、お好きなまんじゅう。あ、はい。どうぞ。頑張り、赤。え、すげえ。なんか緑じゃん。え、すげえ。まだあるっすよ。もくもくと。あっち、あっちだ。お、お、来た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 。つかない。頑張れ頑張れ。もっと先じゃない？お、ついた。おお、いいね。まあガクトと話してたじゃん、まあ、正直嫉妬は俺はめっちゃするからずっとしてて、でもなんかそうで、だからなんか俺がなんかいつもぎこちなくて、なんか本当に好きなのか好きじゃないのか不安にさせちゃってるかもしれないけど、好きにはちゃんと好きなの、本当に本当に好きなの。なんかこんなに早くすげえ気になるなって思ったことなくて、なんかすげえ気になって、やっぱふいっとした時にアンのこと思い浮かぶし、だからいやガクティからアンのこと誘うのはさ、なんつうの、まあ、まだいいのよね。でもアンがガクティのこと誘ったから正直嫌だなっていうか、なんで俺じゃなかったんだろうっていうふうには思ったけども、 OK、 そしたら確かに俺もちょっと恥ずかしいけど、もっと積極的に、本当に本当それ本当、もう待ち、どうせ来てくれないやつでしょ、どうせ。いや、本当本当、本当に行くし、わかんない、まだ。確かにそうだよね、確かに。ちょっと申し訳ない気持ちにもなりました。今日決めたかったんですけど、うん、なんか決めら、もう決めらもう決められなさそう。おお、なかなか、なんか強い強い強い、真帆の方があれなの、名前、名前間違えましたよね。間違えたから、私のやっぱ僕忘れちゃうのすぐ、なんでもだから、あの真帆の、うん、あのこと全部メモした。え、どういうこと？話したことをメモしたの？そう。え、すごっ。え、どんな子なのかっていうのをちゃんと見たい、勉強してるみたいな。勉強、そう、真帆ちゃん勉強すごいなと思ってそこまでしてくれるのと思って、でも響かなかったです。逆に覚えててほしいから、何メモってんだよって思っちゃいました、正直問題。真帆はさ、モテるじゃん。いや、モテない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 。誘ってくれた人もいれば、まあ、自分から言った人もいるって感じ、うん、話してみて、なんか、よかった。面白いよね。面白い、めっちゃ面白い。面白い人好き。うん、うん、話しやすかった、普通に。そうだよね。ゆたくん長いよ。あ、
ありがとう。二人であんま話してない、ゆたくんと。あんまりね、さっきは席隣だったんだけど、もう緊張しちゃう、なんか逆に意識しすぎて不自然になっちゃう。あれ強いからマジ死んで。ごめんね、ヘリくん、話行こう。かわいいよ。アリちゃんたちのところで。あ、先のやつ。これ持つか。何誘ってくれた？え、話したい。っていうか、お守りあるじゃん。それ迷ってて。あ、そういうこと？書く人。あ、なるほどね。でも今日で目安つけたくて。まあ確かに確かに。で、うん、その迷ってる中にいるから。あ、そういうことね。あ、俺いるの？いるよ。あ、マジ？うん。なんか嬉しいな。いないと思ってた、逆に。俺いないと思ってた。そうでしょ。なんか別に俺、なんか俺そのなんだろう、もう、うん、その視聴者の投票で、うん、選ばれないことを願うしかないと思ってた、ずっと。嘘？思ってた。え、全然ずっと悩んでるよ。あ、マジで？うん。え、俺残ってほしい。いや、残ってほしいよ。だから迷ってんじゃん。マジ？だから迷ってるんよ。くっそ嬉しいんだけど、なんか落ちてほしくないから、絶対。どんな感じなの、今？今？なんか、うん、あの子だなって思うのがやっぱ真帆キャスちゃんの2人、うん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 、だったんよ、ずっと、うん、とか言ってたんだけど、うん、気持ち的には結構キャスちゃんの方が上。え、そうなの？上。なんか、うん、なんだろうな、やっぱね。え、本当に？うん、上よ。本当？なんで？いや、嬉しい。いや、待って、余計迷ったよ。でもなんか俺さ、そういう感じのキャラじゃないからさ。かわいい。いや、なんかね、いや俺マジで慣れてないよ。21歳。かわいい。21歳かわいい、うん、マジやべえよ。かっこいい男じゃなきゃ。かっこいいよ、十分かっこいい。え、多分ちょっと今日でお肌がピチピチになりました。3年分くらいの青春を今一気にキュッとしてるから、キャパオーバーです、結構。強いて言うなら、大理くんの方がちょっとあるかもしれないです。ちょっと一つ確認あった、タンクトップ大丈夫？タンクトップ大好き。あ、本当？あ、じゃあよかった。タンクトップ結構苦手な人多いから。最後みんなでこう花火一本ラスト持ってもらって終わろう。カチッ。よし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 。なんか久々に青春を感じたような。意味もなかったし顔見せたい。落ちた時を想像すると、なんかもう考えたくなっちゃって。もう書きたくないよな。自分のせいでとか思っちゃいけんよ。それでも俺は奪いに行くぐらい好きだよっていうのを伝えた。あんちゃんが大好きです。つらいね、この花火は。それが悲しい。まあでもそういう制度だから仕方ない。いなくなったら嫌かも。髪型センター分けじゃん。下ろした方が。いや、次は下ろすわ。次があれば。次あるっけ。正直さ、今のところ狼見抜けてないからさ。この人絶対狼だって思っても、なんか沼から抜け出せないというか。好きな方に書こうかなって思ってる。すっごい申し訳ないです。落ちるんだったら狼落ちててほしいなって。